リクガメのまさこレイディオ。まさこらラスレイディオです。レイディオ。はい。ということで、ね、お疲れさんですね。お疲れ様です。もうなんかね、今日すごいよ。何？もうすっごいよ。もう筋肉痛と、なんか疲労感、いい疲労感やねんけど、うん、なんか、うん、まあ今日も朝から仕事してきたんですけど、うんうん、目が覚めたのは6時ぐらいでしたね。マジで？なんかもうそれぐらい終わってるやん、もう。え、じゃあ、終わった後の話。普通に仕事しててんけど。ああ、6時間後ぐらいってこと？そう、もうほんまに終わる間際に、うんうんうん、あ、やっと頭冴えてきた、とか言いながら。ほんまに。なんか、すごい久々のドッときたね。そう、うちも久しぶりに今日ね、働いたけどさ、うん、朝10時に起きて。はい。もうすんごいすっきりコーヒーとか飲んでね、すっごい、なんやろね、すんごいすっきり、うん、昨日めちゃくちゃ長風呂したかな、毎度のことながら、ライブの後、うん、なんか見返したりとかしながら、そうね、いろいろ久々に思いながらライブをちょっと見返しましたね。うん、うん、なんかいやー、エモかったですね。ね、なんかやっとでもスタート切れたって感じよな、このツアーを企画してね、うん、神フェスもやっと言えたし、みんなにね、うん、すごい昨日ね、いろいろと言いたいことはたくさんあったんですけどね、はいはいはい、なんかちょっとやっぱ 思ったのね、うん、あの3本のライブでさ、うん、ツアーって言ってさ、うん、多分なんかどことの人からしたら、いや、たかが3本のライブやん、ツアーやんって思うかもしらへんけどさ、うんうん、うちらがこんなこう固執してツアーやりますとかさ、うん、何々やります、カメフェスやりますってさ、うん、声上げて言うことってさ、うん、なんかそれ言わないと始まらへんっていう、なんかそうストーリーみたいなのがさ、そうだから自分で言ったら勝手にストーリーって始めれるもんやんってすごい思ってさ、うんうん、確かにそれあるな、例えばそう、うん、3本じゃなくてもさ、うん、たった1個やとしてもなんかこの日なんとかかんとかってうちらが言えば、それってもう1個の物語になってさ、そうね、うんうんうん、ツアーってそれがその分長ければ長いほど長いストーリーになって、それでストーリーが始まらないとその結末ってないじゃないですか、うん、ないね、うん、そうで絶対その感動があったりさ、まあ、道中ももちろんやけど結末が来て、うん、そこでハッピーエンドだったり、うん、なんか、まあ、バンドとかはバッドエンドってないけどさ、うん、結末っていうそこで感動があるっていう、なんかすごい ね、そんなことを考えながら、あ、ツアー始まったなって思いながらね、うん、いました。うん、昨日はライブハウスになんかやったもん勝ちやがって、あれやね、なんかほんまに自分ら企画でね、自分たちがいる近くの場所でやるのもすごい思い入れがでかいけど、やっぱりね、地方に行くっていうのを、それをな、そこに一緒に行ってくれる仲間いるってなんかな、それがやっぱりでかいよね。だよね、うん、なんかマジでなんかいないって言ってもさ、ちょっと今まで回ってきた人とかにも失礼になるんやけどさ、うんうんうん、でもやっぱうちらってなんか、うん、なんか毎回思うけど、やっぱさ、仲間って多いようで少ないような気持ちになるのよ、ね、多いんやけど、カメフェスとかさ、ね、たくさん出てくれるんやけど、うんうんうん、すっごいなんかうちらってやっぱ変わってるやん、なんか難しいっていうか、なんかそのさ、うんうん、誰しもがこう、なんというか、なんというか、馴染みづらいかもしれないやん。わからんけど、ボイラーってやっぱ全員、なんか全員変やし、なんか、なんかそれ仲良くしてくれる人が、
というか、うちらをこう心底ああやってステージの上からマイクを通して、そう、ね、素直にこう好きって言ってくれたってことがさ、うん、確かになんかそう、それそういうの聞けるのってやっぱこういう企画やったりとかするわけで、うん、それもなかなかやらないと、そういう心の声みたいなって普段聞くことがないからさ、そうやな、なんか、うん、好きやねんって簡単に言うのと、うん、大事な日にマイクを通して自分たちのライブでさ、時間を削ってまでうちらにさ好きやからって伝えてくれることってまた違うやんか、うんうんうん、だから昨日うちがちょっと天を仰いで泣きかけたのはやっぱちょっとそこが大きくてさ、うん、あ、うちらのことを好きって言ってくれる人いるんやなってすげえ改めて思ったというか、そうよね、なんか、うん、それこそリサ林だってなんか言ってたけどさ、うちらをなんか、うん、バンドとかの枠にはめずにほんまに好きやからって呼んでくれる人おらん、うんでさ、あんだけライブしてる2人が言うって、うん、なんかそんなって思いながら嬉しかったよね、うん、でもなんかあのな素直なあの気持ちがめちゃくちゃ嬉しかったし、うん、うちらも同じやでと思いながら、うん、ほんまにでもなんかそう、うん、でもなんかすごいなんか思ったんがさ昨日、うんうん、なんかほんまにステージからさああやってみんなが言ってくれるのがさすっごいさ、うんうん、なんかジンとくるもんがあってさ、うん、けどああいうのってさ、うん、きっと多分うちらってさ、うん、もうなんか多分どんどんみんなを巻き込むっていうかさ、ここを声を大にしたらきっと、うん、ね、なんかこういうなんか企画だけじゃなくてなんかもっと広がるはずやけど、うん、うちらってもう、うん、リクガメボイラーの内々で楽しみすぎてんねやろなって、なんかちょっと昨日なんか昨日家帰って、うんうん、そうそう昨日ツアー初日のこと思い返しながら、うん、ちょっとなんかいろいろなんか思いにふけっときに、うんうん、そう同じような義務みたいなことを思いながら、うん、やっぱり仲間って最高とか思いながら、うんうんうん、でもやっぱり多いわけじゃないからこう言ってくれる人大切にしようと思った時に、 う、ね、うちらってほんまになんかボイラーの内々のなんかもう中でさ楽しみすぎてさ、うん、外にあんま話しないんかもなってちょっと思っちゃって、うん、まあ、自分はそういうなんか部分があるから余計そう思ったんかもしれないけど、うん、だからなんか関わってってくれてなんかな、うん、これからもやろうぜって言ってくれる言葉がちょっとなんかな、うん、なんか大切にしようと思ったよな、なんかそうね、やっぱり、うん、そう、うちらも頻繁になんか企画だの、うん、なんか発信できる頻度もあんまりあれやけど、うん、なんか自分らがいやこれはおもろいって思ったやつどんどん、うん、主軸となって発信していきたいってすごい思ったね。そうね、うん、なんかそれが結局さ、うん、他人を不幸にするかもしらへんけどさ、あのいやだ、うん、マラソンとかマラソンみたいな、なんかうちあれ見たで、なんかカメフェスのみんなリツイートしてくれてさ、うん、バニティのネイビーがさ次は箱根から走るんですかとか言ってさおもろいよな、もうみんな忘れられるやろうね、なってるかもしらへんけど、うん、でもやっぱうちがこれやりたいと思うことってやっぱそういう、うんうん、そういうこと、いやマラソンしたいとかじゃないけど挑戦とかな、やっぱちょっとそういうことやったり、うん、ちょっとなんか新たなことをしたいっていう、うん、やっぱそれってこう おじけづかずにやっぱり やろうってすごい思ったね、うん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 、うちあんまりなんか意外とさ、うん、自分でなんかこう、うん、自分一人でうわこれやろうっつって企画することってそこまで得意じゃないし、なんか、まあ、まあそうか、うん、一人でなソロとかってこと、そうやな、うん、なんかそうやから、でもこれからほんまにすごい自分発信でめっちゃやっていこうっていう気持ちになってて、やからなんかその皮切りに今年はワンマンライブソロで、あ、もう言ったらやらなあかんやん、その CD 作るとかもさ、うん、なんか間に合うかなとかなんかいろいろあるけど、うん、でも言ったらやらなあかんっていう前提で全部進んでいこうと思って、でも絶対言うなんたなんかあれちゃう、アイディアだってさ突拍子もないからさ、うん、そうやってみんな浮かばへんやつやん、うん、マラソンなんてそうやけど、うん、多分おもろいと思って、うん、なんか手伝うで、一緒にやろうやっていう人は多分何がしだってそうやんか、うんうんうん、だからめちゃくちゃいると思うし、多分それはいい方向にしかいかんのちゃう、
の多分第2位ちゃう、うん、今2位ちゃいますかね。なんかさ、やっぱさ、うん、理解者っていてくれるけどさ、うちに対して、うんうんうん、でもさ、ものすごく少ないのね、やっぱそれって。理解者、もちろんあなたたちはそうやと思ってるよ、うん、ショーンとかドエとかギョロギョロとか、うん、メンバーはもちろんやし、うん、でまあお客さんってなんか理解者やなってすごい思うのもあるけど、うん、でもそれってもう理解者って頼りきったあかんもんやと思ってるから、お客さんお客さんでさ、ちょっとそういう見方をせえへんようにしてんねんけど、楽しんでもらいたいから、ね、そう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 、うんうん、そう、えけどやっぱさ時たまさ不安になるのよ、うん、うちだって。なんかこう、はいはい、うちだけマジでうちだけがこれいいと思ってんのちゃうって思う時ってやっぱあんのよ、はいはいはい、やっぱり、うんうん、そう反応なかったりとか、うんうんうん、でも結局後からいや絶対やそうやったやん、やっぱおもろかったやんってなる時に、うん、あやってよかったって思うんやけど、やっぱその不安の連続なわけ、新しいことするにしたって、うん、反応がない中、うん、いろいろ考えて発信することって、でもやっぱそう昨日なんかそのマイベスのコウジ君がさ、うん、なんか、まあ、すごい良かったって言ってくれてさ、うんうん、そうほんであのほんまにもう貫いてほしいってすごい力強く言ってくれたのとか、はいはい、そういうのがねやっぱすごいやっぱ自信になって、そうな、そううちは自分の中であるものが絶対間違いないって思ってはいるけど、うん、なんか昨日みたいな大事な日とか、うん、あほんまにお客さん満足できたかなとか楽しんでくれたかなとかって、うち結構目に見えるものなんていうかな、そうね、そう単純やから、なんか言葉でくれたりとか、うん、目に見えてめっちゃ楽しそうやったりとか、うん、でもそういったもんじゃないところもあるやんか、ジンとしてくれてる人がいるかもしらへんし、うんうん、そうだからなんか昨日はうちもうなんかあんまりも放心状態やって終わってから全然、まあ、そうやな、うん、そうライブのとこととか客観視できんかったんやけど、うん、でもやっぱりなんかそういう言葉やったらさでも確かにほんまに放心状態貫いてたよないやうちほんまライブの後、うん、ねなんかちょけ倒して終わるライブとかはさ、うん、なんかだあれやけど、ねうん、昔からそうなんよ、なんかちょっとなんか終わった後になんかめっちゃ心配性みたいな感じの動作が出る時あるもんな、なんか、うん、めっちゃ良かったよってなるけど、あ大丈夫やったってほんまにみたいな、うん、そう自分じゃマジでもう分からんのよ、なんか出せるもんを出すっていうことしかできんし、うんうん、自分が放つものがうん、全てやと思ってるけど、うんうん、出るもんって全部綺麗なもんじゃないと思ってるから、うんうん、ライブで出るもんって、はいはいはい、でそれがみんなに多分お客さんは綺麗なもんしか受け取りたくない人が多いと思う、でも、うん、うちは多分そのまま出すしかできんのよ、うんうん、でそれをなんかちょっとちゃうって思う人もおるかもしらんし、うんうん、でも多分うちはそれしかできんから、うん、しゃあないんやけど、でも、うん、なんかすごいそうそうライブ大事な日とかすごいバーって出し切って、うんうん出した後とかってもうかん、うん、その時はもう考えられへんか放心状態なんですけど、うん、落ち着いてきた時に、うん、なんかぼやって考え出して人とあんま喋られへんかなのよね、うん、え大丈夫喋れて大丈夫、でもなんか私昨日帰りしな3人でさ、うん、それこそレッグ出てから駅に向かってる間に、うん、あの一瞬スーパー寄ったじゃない、うん、でギューンがあのあれこれこれのって、うん、あのライブの振り返りを喋ってる時に、うんうんあのほん私ちょっとなんか分からへんかったもん、なんかギューンなんかこれ私なんかあれやったよなみたいな言ってたのが、うん、全然ちょっとうちも客観視できてなかったのが見返さな分からんけど正直全然思わんかったよレベルとかなんかそういう話が出てたからなんか面白いなと思いながら普段は見れへんギューンじゃない正直不思議やなって思ったなんか、うん、うちなんかうちほんまなんか不器用やなって思ったし器用にできる自分はでも好きじゃないってでも思う、うん、なんか、うん、だからそれでいいと思う、うん、だからもうそのなんか汚い部分とかもだってな何が汚いと思ってるのか分からんけどなあ、うん、であのそれこそあれやんか本番始まる前にうちがリハスタ入った時にあなたずっとトイレにもうこもってはなんか曲を止めてあかんとかやってトイレに行くやんあれをライブ中にしたらそれは汚いけど大体のライブ別に汚くないしなって分からん綺麗と汚いがちょっと分からへんけど泥臭いってことやんな、
汚いって言うのよ。そうかもね、うん、それはかっこいいやんだってな、うん、うちはもうほんま綺麗にライブなんて多分できないんですよこの先も。だって皆さん、うん、昨日のあの感動というかなんかもう熱のこもったライブ、うん、ちょっと直前までギュお腹をぐるぐるしてはったからもうほんまにおむつ買ってこようかってずっと言ってた。5回ぐらい言われてもおむつしときほんまにってよかったわ。もろさんでマジで本当に綺麗なライブができましたよ、うん、いや見返した時になんかやっぱり、うん、ボイラーっていいなってすっごい思ったよ、うん、なんかね、うん、曲が好きやしうちは曲も好きやし、うんうん、なんかその見返さんと分からん部分あるやん。うちは前しか見てないし、ギョロギョロの時も富士で振り返った時、富士でぐるぐる回った時しかギョロギョロ見えへんかったし、はいはいはい、そうだから前しか見てないけど振り返った時に、うん、あショーンめっちゃ前出てるやんとか、うん、うちあの終わってからさなんかうちがよう分からんこと言ったらショーンちゃんと突っ込んでなとか言ったのに、うんうん、めっちゃショーンちゃんと突っ込んでくれてたやんって見てから思ったし、突っ込んでくれててそうやからな、そうそうそう、それすらもう耳に入ってきてないねん。あなるほどね、もうなもう集中しすぎて、そうそうそう、学校で言ってるからな、もうせやねん、ほんまにうち前しか見てへんねんなって思いながら、うん、昔からそうやけど、イノシシタイプやな、うんうん、そうやな、うん、だからなんかそうそう、周りサイドの2人がなんかここでテンション上がってたんやとか、うん、あそういうのとかを見たりして、そうやな、ユウはそうやな、見えほんまにそうやねん、マジで見えへんねん、うん、そう、ほんでなんか全体の感じを見ながら、あ、うん、めっちゃ良かったやんって やっと思えて、うん、そうなんか私なんか改めてさ、うん、なんか、うん、レッグのあのさ撮ってる感じも良かったやんか、うん、でなんか、うんうん、あの映像ほんまになんか改めてなんかこの体勢になってさ、うんうん、なんかマジで今更やねんけどさ、なんか宇宙人に囚われた子供みたいな映像になってんねんなと思った、うん、あの両脇長身のさ、そうやねん、猫背野郎二人で牛が真ん中にバーンっていってんのがなんか面白いなと思ってさ、確かに改めてなんかそんなことも思いましたね、なんか今更なこととかも、うん、いやほんま、いやでも本当にでもいいスタート切れたんじゃないかなって思いますよ、うん、ほんまに思う、うんね、ほんまあのマイベストテープとリサボルタンの話でよかったね、本当によかった、もうしかもさなあ、なんかあの2バンドマジでもうシンプルに激かっこいいやん。でもさ、ってぐらいなかっこ、いやほんまでもボイラーを好きってどういうことなんて思っちゃうもんな、もう謎よ、もうそれは11年間の謎よ、ボイラーやってて、もうほんまにかっこいい人たちがいいって言ってくれる、うん、幸せすぎる、幸せすぎる、サボるとめっちゃ嬉しいツイートしてくれて、もう10回いいねしようかと思ったもん嬉しくてもう、いやこのままね、ほんま来月も大阪、うん、名古屋ですよね、うん、久しぶり、うんうん、ネーブなんてうちら一回出て秘密の都の企画以来やから、うん、まあ、ね、久々、場所がどこでも綺麗なとこでも汚いとこでも関係ないってとこ見せましょうよ、うん、それなんか今のちょっとあれやる、なんか何もない、ちょっともう広げやんとこ、何福さんぽかった、え福さんぽかった、え、じゃあなんか、ネーブを汚いって言ってんのかなと思って、なんか。え、じゃあじゃあ、ネーブも多分綺麗やん。うん、うん、うん。そう、うちら普段、あ、じゃあ、アダムを汚いって言ってるわけじゃなくて。そう、誰かが。何を言っても誰かが傷つくわ。そう、あかんかんかん。うん。しかもミュージックファームもほんま久々やしね。いやー、楽しみやな。うん。大阪の皆さん。はい。ぜひ来てください。名古屋の皆さん、ぜひ来てください。うん、昨日、ライブ終わって、帰り道、うん、あの歩いてる時に、うん、大阪の親友から電話かかってきて、あ、はいはいはい、そうでなんかもう一人あの同じ同級生の連れと一緒にいたから、うんうんうん、もう全体にうち大阪帰られへんし、もうそんなしばらく会われへんのも分かってるのに、うん、もうちょ黒谷飲もうって言ってくれたのがすごい嬉しくて、そういうのがまして幸せな瞬間よね、分かる、でいい、ね、ライブ、大阪のライブ、ほな、行くわ、言って、行ってくれて。うわー、マジでそう嬉しいな、うん。そう、それでめっちゃ昨日はもう気持ちよく眠れました。嬉しい思って。あ、うん、でもちょっと懐かしい人たち、友達とかも。そう、大阪、ぜひ、まだまだちょっと。みんな来てください。うん、不安はあるかもしらんけど、来れる人はぜひ、ね。はい。10月23日、大阪、ネイブ行きます。
10月24日は、24日は名古屋、名古屋のミュージックファームに、はい、行きます。ぜひ皆さん来てください。はい。そして、あれですね、ボイラーリクがめっちゃ直近のライブが10月1日。イエス。はい。サーカス船のプッケ出航。ということで、はい、激アツですよ。激アツです。プッケとボイラーとバニティとマイベス。うん。うん、おし。最高ですね。この日のセットリストさっき考えてんけど。はいはい。ラジオで言うの。ちょっと変な感じだったから後で送ります。ああ、オッケー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 。はい。でも、はい。オッケーです。楽しみに。どう変な感じから修正してかかってくるのかっていうのがね。修正さらに買ったら変な感じでいきます。大丈夫。うん、大体大丈夫やから。正解やから。オッケー。はい、ということで、はい、今日も長尺になりましたね。いや、うちら二人やと長尺なるってことで、はい、うん、はい、仕方ないですね。はい、すいません。ほんだらまた皆さん1日会いましょう。はい、皆さん、はい、わさこらさっさっさ。